あんちゃん、今日からちょっと新しいドッグフード食べてみようね。シシャもね、食べてみようね。これ美味しいかな。なんかでも国産のすごいやつっていうか。あんちゃん食べたくてたまらないね。あんちゃん食べたいね。いきなり変えたらあれだから、ちょっと混ぜ混ぜしよう。うん、これにさ、2から5キロの1歳みたいな書いてあるでしょ。うんうんうん、多分60グラムぐらいでしょ、1食。え、違う、じゃあ1日60だから。え、1日60なのこれ。そうもう一緒ぐらいでは1日60。これがポーク、ポーク制限1歳だもんね、もう、57g から 97g が1日。そっか、じゃあ1回 30g ぐらい。すごい、見て、小粒。ほんとだ、小粒小粒。なんかハンちゃん分かってるんや、絶対。今までずっとハンちゃん、楽しみだね。師匠はあれ、師匠が、今日もあそこに待機しております。最近ラムをより好みにして食べるから、ね、食べるか ね、 ね、人間も食べれるって。じゃあちょっと食べてみる。はい、本当に食べれるのこれ。食べれる。大丈夫、早く食べれる。大丈夫。じゃあ食べるよ。うん。あ、でも匂いはすごくいい。本当、あ、なんかそう。なんか出汁の匂い。すごい、本当だ。出汁の匂いする。じゃあいくよ。うん、食べて。ほら、早く。あんまり少ないってわからないんじゃない？あ、どう？うん。まずくはないかな。あ、ほんと？食べてみ。うん。なんか、あ、全然いけるね。なんか、なんて言ったらいいかな。そんなに味しないけど、薄いいりこをちょっと固めたみたいな感じじゃない。あ、結構いける。美味しいよこれ。そうだね。よしよし。あ、で、オイルをさ、これね、なんかこれがオイルコーティングしてないやつだから、なんかちょびっとこうさ、いい油を入れてあげるといいって言ってたね。油をね。そうそう。あれ、出ない。新しい感じ。美味しい。ワンプシュ。グー。油入った。うん。よし。よし。ヘイヘイ、ハンター。ハンちゃんがもうそう。お腹すいたね。お腹すいたね。ヘイヘイ。ハンちゃん。嬉しいね、ハンちゃん。嬉しいね。よしよし、ハンちゃんあげて。ハンちゃん、はい、お座りして。お座り。はい、グー。ちょっと待って。はい、よし。よいしょ。あら、ハンちゃん、おいしい？おいしいね、ハンちゃん。あら、ハンちゃん、おいしい。すごい、おいしそうに食べてるね。うんうん、じゃあ、師匠にもあげる？うん。よし。はい。はい。どうかな？最近より好みする師匠ちゃん。顔はすごい突っ込んでる。食べてる？あれ？恋した今。師匠おいしい？師匠ちゃん結構さ、最初疑い深いから。そうそう、疑い深いからさ。疑い深いから。出してる。ちょっと。出してるよ。食べてるよ。あ、本当だ、食べてる。よしよしよし、いいかいいか。食べたね、いいかいいか。じゃあ最初様子見してってるよ、たくさん。お気に召してないかも、これ。あとチキンと。
まあ、でもなんかちょっとずつちょっとずつ。やっぱりあれ、師匠ちゃんお得意の豚食って。そうそう、あのちょっとずつ出して食べてっていう疑い探り探り食べるスタイル。ねえ、あ、でもなんか師匠進んできたかも。うんうん、なんかあの首顔突っ込んで出して、突っ込んで出してみたいな突っ込んで出してっていうこのおいしい師匠、おいしいね。